歯よね。歯だよな。歯だと思う。小石じゃないよな。小さくて白いけど。似てはいるけど。歯なんじゃないの？下の歯かしら。上の歯だろ。下の歯にも見えるけど。上の歯の奥歯だろ。母、この歯どうしたの？届いたのよ、速達で。速達で？送り主は？わかんないのよ。歯一本だけだったのか？ええ。そうか。まあそういうこともあるか。あるわよ。あるか？あるよ。でも誰の歯なんだろうな。兄の歯なんじゃない？え？兄の歯なんじゃない？いや、それは聞こえたけど。私もそう思っていたの。やっぱり？この歯よね。そうか。だってほら、大きさ的にも形的にも。あの子の歯よね。そう言われるとそうだな。でしょ？でもなんであいつの歯が。何かのメッセージじゃないかしら。メッセージってどんなの？助けてって言ってるとか。助けてほしい人は歯送る余裕ないよね。なら、ここにいるよって言ってるとか。そこがどこかわからないよな。ねえ、この歯どうする？どうするって？ここに置いたままご飯食べるわけにいかないでしょ。それもそうね。じゃあ屋根の上に投げよう。屋根の上？ああ、そういう風習あったよな。下の歯は屋根の上に行って。ああ、でもあなたさっき上の歯だって言ったわよね。言ったか？言ったわよ。上の歯も屋根の上に投げていいの？いや、それはまずいな。丈夫な歯が育たなくなる。じゃあ縁の下に投げます？でも下の歯だったら困るな。そんなに風習にこだわらなくても。そうよ、ただの言い伝えじゃない。いや、風習を見くびっちゃいかん。なんで？風習にはな、先人の知恵と祈りが詰まっているんだ。じゃあどうするんですか？え？この歯どうするんですか？ああ。まあ、ここに置いておけばいいじゃないか。え？私たちこの歯と一緒に晩ご飯を食べるんですか？父はこの後寝食を共にするつもりなの？誰の歯かもわからないのに。誰の歯かもわからないのに。え、あいつの歯なんじゃないのか？あの子の歯なの？だってさっきそうやって。ああ、言いましたけど。あいつの歯なんだろ？別に、ただそんな気がするってだけで。ねえ。え、確信していたわけじゃないのよ。そうか。でもまあ、とりあえずうちに置いておこう。あいつの歯じゃなかったとしても、この歯の持ち主が取りに来るかもしれないだろ。だけど歯が一本だけあるってちょっと違和感。そのうち慣れるさ。慣れるかしら。慣れる。俺たちだってそうだろ。初めは赤の他人だったのに、何年も一緒に暮らし続けたからこうして家族になれたんだ。でもこれは歯なのよ。歯だって同じさ。確かに俺たちとは異なる生命体だけど、同じ釜の石を食い続ければ分かり合える時がきっと来る。じきにこの歯と生活するのが当たり前になって、かけがえのない存在になるもんだ。そっか、そうだね。確かに一緒に暮らし始めれば可愛くなってくるのかもしれないね。まあ、意外とすんなり受け入れられるかもしれないわ。そうだな。名前つけたりしてない？え、名前？うん、名前。ごめん、私たちまだ名前をつけられるほどこの歯に愛情を感じられていない。そうか、すまん。でもつけてみたらきっと愛着が湧いてくるぞ。歯に名前をつけろと？歯は歯でしかないのに名前なんてつけられるかしら。大丈夫だ、まずは生い立ちから考えてみよう。生い立ち？ああ、この歯がどこで生まれ、どこで育ち、どのようにここまで出荷されてきたのか、ちゃんと想像してみるんだ。野菜みたいに言わなくても。私にそんな難しいことができるかしら。もちろんできるとも。何せ君は俺の妻だ。さあ、今こそ君たちの想像力を最大限に活用してこの歯の生い立ちを考えるんだ。わかったわ。
されたわ。そうか、俺に話してみろ。この歯は激動の戦争の時代乗り越えた持ち主の歯。時代に翻弄されて波乱万丈な人生を送ってきた持ち主に残った最後の一本だったはずよ。これは今年で89歳を迎えられた隣のおじいちゃんの歯よ。素晴らしい。しかし隣のおじいちゃんの歯はまだ一本も抜けていないという噂だ。どんな噂よ。ここまで情報収集できていなかったのは実に残念だが、初めてにしては上出来だよ。あなたね。さあ次は娘、君の番だよ。どうした？私、できない。なぜ？何事もやる前から諦めるなと教えてきたはずだよ。私、どうしても兄の歯としか思えない。そうか。そうだよな。君はずっとあいつを慕ってきたんだもんな。ごめんな、気づかなくて。でも少しでいいんだ。君が考える歯の生い立ちを話してくれないか。うん。この歯は兄が小学6年生の時に生まれた歯。外の世界からの迫害を恐れて、持ち主にさえ気づかれないようにひっそり隠れるようにして過ごしていた。そんな暮らしが続いたある日、突然まるで邪魔者のように排除された。素晴らしい。これでこそ我が娘。まったく隣のおじいちゃんの話っていたのはどこのどいつだろう。あなたの妻よ。はあ、やっぱりそうかもしれんな。あいつの歯だな。いや、あいつの歯に違いない。いや、もはやあいつの歯かどうかはどうでもいい。家族はうちで育てよう。いやよ。なんでだよ。気持ち悪いじゃない。あいつの歯なんだぞ。そじじいの歯よ。なんてこと言うんだ君。今の話を聞いていたか。この子はずっと隠れるように暮らしてきた不憫な子なんだ。なのに理不尽にいきなり追い出されてかわいそうだと思わないのか。俺はこんな悲しい話を聞いて自分の境遇と重ね合わさずにいられなかったよ。でもそうだとしても歯を育てようなんてイカれてるわ。イカれていて結構。ご近所さんから笑われちゃうわ。笑いたいしフォローしておけ。なんで分かってくれないんだよ。ああ、長い歴史を振り返ってみろよ。何かを成し遂げる先駆者はいつも後ろ指を刺されて笑われるもんだろ。私たちに先駆者になれっていうの。ああ、そうだ。俺たちは歯と共存する道を選んだ初めての人類になるんだ。やめてちょうだい。とにかく俺は決めた。この子はうちで育てる。話が通じないわこの人。ねえ、どうした？なんか懐かしいね。懐かしい。うん。兄がいた頃はさ、よくこうやって喧嘩できてて。喧嘩っていいもんじゃないだろ。そうよ。でもちゃんと言いたいこと言い合えてた。また兄がいた頃の家族に戻りたいな。そうだな。母は？無理よ。どうして？兄がいないから。気持ちはわかるけどさ、私たちが明るく生活してないと兄も帰ってきづらいと思うよ。あの子はもう帰ってこないと思うわ。どうして？わからないけど、あの子はこのうちが嫌になって出て行った気がするわ。そんな、私があの子に家族を押し付けすぎたのね。きっと子供に逃げられちゃうなんて母親失格よね。ねえ母、覚えてる？え？私たちが最初にこのうちに集まった時のこと覚えてるわよ。みんなでこうやってちゃぶ台囲んでさ、お互いどこの誰か分かんなかったのに、毎日一緒に晩ご飯食べたりしていくうちにさ、だんだん家族になってて。そうね。兄はさ、母のこと本当の母みたいに思ってたと思うよ。
近くで見ていて私が保証する。じゃあ私あの子の帰りを待ってもいいのかしら。もちろんだよ、父もそう思うよね。父？娘。何？君が名前をつけてくれ。え？君がこの班に名前をつけるべきだ。え、でもどんなものでもいいんだ、君が名前をつけることに意味がある。わかった。じゃあ親知らず。親知らず、慣れるまで時間はかかりそうだが癖になる響きだな。この名前にどんな意味を込めたのか俺たちに教えてくれないか。意味っていうか、最初にこの歯を見た時からなんとなく親知らずな気がしてて。そうか、親知らず。もしかして我々の祖先ホモサビエンスと深い関係にあるんじゃないか。ホモサビエンス。ああ、太古の昔、人は木の実や生の肉を食べて暮らしていただろう。硬いものを食べるために親知らずは生える必要があったんだ。そんなに前から生えてるんだ。そうだ、しかし食や生活は変わり、人類が進化したのにもかかわらず親知らずはまだこうして我々の歯に生え続けている。娘はどんなに時代が変わっても親知らずのように力強く生きていけますようにって意味を込めたんだよな。え？でも、もうちょっと凝った名前の方が。ああ、そうだ、確かにびっくりするほど何のひねりもない。だがそれがいい、ドストレートでいい。そう？ねえ母、親知らずと暮らすのを認めてあげようよ。この子はきっとうちの希望の光になってくれるよ。ああ、あいつがいなくなって以来うちはまるで氷河期だった。だが親知らずが来てからの数時間だけはあいつがいた頃のように、いや、あいつがいた頃以上に家が明るくなった。そう思わないか。確かに、私たちがこうやって会話できるようになったのもこの子のおかげね。分かってくれるのか。ええ、それなのに私ったらカルシウム扱いしたりして悪いことしたわ。俺からも謝る。すまん、許してくれ。この通りだ。え、持ち主が。うちの子を預かってくださってありがとうございましたって。お迎えが来たってことか。ええ、舐めやがって。うちは保育所じゃないぞ。そうや、無責任な親ね。ああ、最近の親は全くだったんだ。一つ文句でも言ってやりましょう。そうだな。あら、なんだ、隣のおじいちゃんだったらどうしましょう。それはない。なんでよ、こんな時間におじいちゃんが何の文句で言ってくれてんの。だからこの子を迎えによ。バカ野郎、この子がおじいちゃんの子だはずがあるか。よく見てみろ、ちっとも似てやしないじゃないか。でも似てない親子だっているよね。ええ、そうか。じゃあ一旦確認してもらってからお返ししたらどうですか。いや、しかしこの子欲しさにとんでもない狂言を言い出すかもしれんしな。でもあんなにニコニコしている人が嘘をつくようには見えないわ。いや、所詮は人だ。あんなにニコニコしていたって腹の底じゃどんな陰謀を企っているかわからん。どうするの父。この子を守ろう。え、この国の全部力を行使し、この子を外敵から守るなら。でもどうやって。城の門を閉ざし、何人たちでも立ち入り禁止とする。分かったわ。ついでにこの国のためには他国への渡航禁止を求める。必ず守るよ。おまけに在外のためについては帰国を全面的に禁止する。まるで鎖国ね。でももし本当におじいちゃんの子だったらどうするの。もちろんその時は俺も腹をくくるつもりだ。腹をくくるってあなた。ああ、おじいちゃんを兄の座に据えよう。それはダメ。そうよ、私自分より年上の人息子だとは思えないわ。もちろん俺だって嫌だ。だが敵になれる。じゃあ言わないでよ。な、確かに絶望的な気持ちになるのはわかるよ。でももっと広い視野を持って考えてみろよ。あの人だって誰かから生まれた息子なんだぞ。
ちゃんだけやめてください。お願いします。父、私からもお願い。娘がそこまで言うのなら。よかったね、母。へえ、助かったわ。ありがとう、父。礼には及ばんよ。でもどうしましょう。何が？もしあの子がいない間に別の人がこの席を狙い始めたりしたら。じゃあこうしたらどうかな。これでうちに兄がいることがわかるでしょ。そうね、そうだな。おかえり、兄。おかえり、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 おかえり。その心配はないさ。え？あいつにこんな端っこの家はもう必要ないんだ、きっと。でもあなただって本当は寂しいんでしょ。そうだよ、家族が突然いなくなったんだもん。君たち、座布団の上を見てみろ。ここに親知らずがいるんだ。これでもう十分だと思わないか。そうね、そうだね。じゃあ4人揃ったところで晩ご飯にしましょうか。